こんにちは。ヤフーショッピングで昨日のお昼ぐらい頼んだらもう来ました。ああ、だから24時間ぐらいで届いたってことになりますね。今が、2時半ぐらい ?3 時ぐらいですから、27時間で手元に届いたものがあります。これをちょっとこれから開けてみますね。はいと、開いてみました。これ見てください。なんか iPad みたいでしょ?薄型の、これ DVD プレイヤーなんですよ。SD カードも入りますし、HDMI もつながるんで、スマートフォンのミラーリングもできるってやつですね。これがなかなかの優れもんですよ。はい、箱を開けてみました。こうやってごちゃごちゃって入ってますよね。なんでこんなごちゃごちゃしてるのか分かります？これね、実はね、車用なんですよ。はい、車用でね、しかも後部シート用です。これで運転席とか助手席のヘッドレストあるでしょ、あそこにこれパチッとつけて、ここにこれをネジ止めするんですよ。こうやって、そうするとですね、ここに、DVD プレイヤーが入ってます。DVD プレイヤーね、ちょっと開かないですね。どうやってやるんだろう。クックッ、こうか、ちょっと強めに、ほら、ここに DVD 入るんですよ。それからここにいろんな端子があるでしょ。で、 SD カードも入るということなんで、ここにタブレットみたいに映るわけですよね。これ細いでしょ、薄いでしょ。だから後付けで車に後部シートにね、うちなんて子供がいますんで、お子さんにテレビにしたいなと思ったら、これをつけて、ここにね、ソフトを入れて、あとシガーソケット、これ挿せばOK ということなんですよね。まあ、ですんで、今までは後部シートのね、例えばチャイルドシートとかにテレビを見せることってなかなか難しかったと思いますけども、今回ね、これを買うだけでもうできるわけですよ。非常に簡単です。パシッとつけられますからね。電源もシガーソケットからサクッと挿せばいいんで、例えばセダンだったら後部シートにシガーソケットついてるパターンも多いと思うんですよ。だったら後部シートから取ればいいし、じゃなくても運転席からこうやってね、引っ張ってきて前側のところから、でこれつなげばもうね、バンバン材ですよね。もちろんこれね、助手席につけることもできるんですけども、私はね、これ後部シートにつけたくて買いました。なんと価格はですね、送料込みで1万800円というね、すごい安いですよね。だからカスタムカーでもともとテレビがあるような形にヘッドレストとかにテレビ埋め込んだりとかするよりも、後付けでこういうのを買った方がすごく今はね、いい時代だなと思います。で、付属品もね、結構揃ってるんですよ。これが取り付けるパーツでしょ、リモコンでしょ、いろんなコード類です。本当にこれね、良かったなと思いますね。もう付け終わったらまたね、レビューしたいと思いますので、よろしくお願いします。